はい、どうも、カズハでございます。いやー、ビルダーズでございます。超久しぶり。で、今回から生配信じゃなくて、収録の方でやっていくということなので、よろしくお願いします。ということで、俺も2週間ほどやってないか、2週間もっとかな?やってないから、現状をね、見るのもいっぱいいっぱいで、ちょっと遅れてしまって申し訳ないということで、やっていきたいと思います。だいぶ村をだいぶ変えたんだよね。ちょっと、暗いですけどね。暗いので一回寝ましょうか。俺、それがいいと思う。ちょっと、寝させておくれ。やっとおしまいなさい。痛いです。なんでいきなりお前、ゴースト出てくるんだよ。ちょっと寝させて、俺。はい、寝まーす。はい、帰ってきましたね。やっぱり明るい方が見やすいということで、夜を明けて朝ですな。これ、だいぶ木を基調としたところに変わったかな。全部ほとんど木に変えたんだよね。で、作業台だけまだ作ってないんで、あれですけど。で、まあ、ここを、まあ、中を拾った。中をね、ちょっとちょこちょこ、こんな感じで部屋作って、で、2階にも行けるようにしてます、ここね。こんな感じで。で、フェンスゲートあって、こんな感じで。見張り台じゃないけれども、なんかそんな感じ?見晴らしがいいね、ここは。一応これ作りました。まあ、何を入れるかは、まあ、全然決まってませんけども。ということで、今回はやっていこうかな。何やっていこう?なんかね、いろいろ話してたらミッションを受けすぎてしまったようなのだ、私は。だから、まあ、こっち方面なんやけれども、旅の扉行かないといけないので行きます。こっちで会っとるね。とりあえず何かクエストを、誰かのクエストを、やりたいと思います。で、まあいろいろ集めながら。か、もしくはここら辺はカットしてるかもしれない。だから編集はあんまりしないようにはしようかな。過剰な演出っていうかな。だから、素材そのまま、いい風に言えば素材そのままみたいな、感じにしていこうかなと思います。だから、満月草がどうのこうのみたいなこと言ったのかな。満月草じゃないか。なんか満月の丸薬みたいな、なんかそんなやつを集めようぜみたいな話になってたような、なってなかったような。あれって、もう全然覚えてないんだよね。全然覚えてないからどうしよう。あ、俺ここ行った記憶あるんだな。そこになんかアイテムがあるってことは俺は行ったっていうことだよ。よし。ふむふむ。あった。まず近く行こうぜ。この近くの。痛い。こいつしびれさせてくるんだよ。この青いじゃないか。黄色いやつ。しびれさせてくるんだよ。あいつがなかなか辛いぞ。でこれか。これが目的。うひゃーって落ちてねえやつ。なんやこいつ。ギガンテスじゃなくて、ギガンテスこんなとこ出てきたら困るよ。なんやったかなこいつ。もういいわ。思い出せんからいいや。破壊。痛い。くっそ。痛い。誰か倒れてますけど。誰か倒れてますけど。いや、この辺、排除してもらったら困るよな。よし、誰か見つけたぞ。誰かさんを見つけたので、ここで一応助けたいと思います。話す。ああ、あんた、なんだってこんなとこに、バタ。おいらは雑魚。覚えてねえ。この花、やばいって。病人雑魚を派遣した。これは連れてけって言われたな。
この辺ホイホイしてもね、上向いて、上向いて、この辺もいらないから、いらないから、いらないから、これどうして、もうすでに下ってる場合はどうしたらいいですか。こうかな、こうかな、よこうかちょっと遠目すぎて分かんない。じゃあこの辺を削って上に行きたいな、俺は。こっち向いて上削る、よし、これで階段状にしていけばいけるんじゃないの。こうか、で砕いて砕いて砕けないので、あー、回転にね、あ、OK、すごい、あぶねこれ持ってきたかったらどうしようか考えないし、あー、ここまで繋がった。これさらに上行くか、明日ここ置けるか、ここ置いて、ここ置いて、うん、こっち方面行こうかな、左方面、よし、上上がれる。で、ここで下げる、よし、なんか鼻の音がする。 OK、じゃあちょっとこの辺掘ろうかな、掘って上に行きたい、上に行きたいね、ここ上に行きたいんだ。ほ、あ、開いた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 ぞー、開いたぞー。あー、助かった、出てこれた。ってことはこれでいけるかな、よし、ここだ。あー、4ダメージ。じゃあ雑魚か、雑魚を連れてきまーす。ちょっと回収していきまーす。いらないんだけどね、ほんとは。ただ土いらないんだけどね。って言って。よし、ここだな。いやー、回収した。もう夕方だよー。なんて言ってんだ。こっちに旅の扉があるからこっち行こう。おっと、危ない、落ちかけたー。てか、あれ壊さんでもあれなんだよな。こう、踏むだけで壊れるんだな。そういうやつだったんかー。ってことはもう簡単に戻れたな、あや。まあいいや、連れてきます、この子。この子を連れてきますよ。あれ、アイテムの変更ができない。くそ。人を連れてるときはアイテムの変更ができないようだ。皆さん覚えておきましょうね、これ。よし、じゃあ帰りまーす。まあまあ、録画に変えたから、だいぶ、あれじゃね？結構、結構な時間がかかると思うよ。まあ、ぼちぼちやっていきます。うん、そういうわけなんでね。病室はこうか。寝かせる。はい、寝かせました。イワシの炭火焼きなんて俺持ってないよ。釣りをしないといけないってことか、そういうことか。うん。目玉焼きだけもらっとこう。そうか、釣りをせんとあかんちゅうやつやな。麻痺の元凶を取り除く、そう、麻痺の元凶を取り除くっていうのを、多分、胃の一番にやらんとダメなんよ。うん。だから、俺は、一回、寝ます。おやすみなさーい。なかなか難しいね。実況するのは難しいね。じゃあ、もう一つのクエストに行こうと思います。近くまでね。近くまでっていうか、うん、うん、そういうこと、うん、そういうことだ。だから、これ、何のミッションを受けてて、何のミッションやらないといけないっていうのが全然わかってないんで、メタルスライムがいるので、やろうかなと思うけど、もういや、無視でいいや。うん、メタルスライムは無視でいきましょう。なんかあれらしいな。スライムの出る、スライムが釣れる、こう、泉みたいなのがあるらしいな。さて、果たして、それはどこで手に入れれるのかな、という疑問があるんですが、まあ見つけますよ。自分で、自力で。よし、オッケー。いやー、できれば一日、じゃあ二日に一本ぐらいは出せたらいいな。こう、シリーズ、いろいろ自分やってますんで、一応その辺で出せたらいいなとは思ってるんですが、まあ難しい区分はないか。俺が、ちゃんとやればいいだけだ、うん、俺のやる気次第ってわけじゃないんやけども、で取るのは簡単なんだよ、取るのはね。あとあれちょっと待ってね、編集を俺頑張るかどうかなんだよ。編集を頑張ればサクサク上げれる、うん、それだけだからネックなんだ。よし、もう一個見つけたな。たったったたた、釣りはいいな。おうおうおお、釣り、あ、リルバット。おお、人間じゃねえか。ひでえ顔色だけど、お前もやっぱり病気なのか？いや、俺は病気じゃない。俺ビルダーだから。何？これが生まれつきの顔色だ？緑色の顔のやつに言われたくないだって。はっはっは、お前面白いやつだな。そんで、俺に何か用か？用があるらしいよ。へえ、リルバットの里に住む釣り名人を探してんのか。間違いねえ。それは俺のことだ。おお、一発で見つかるあたり、優しいな。うん。人じゃねえが、俺がこの里の釣り名人だ。よし、わかった。
失礼なこと言ったわびに俺が水槽の作り方を教えてやる。けど一つ頼まれてくれねえか。俺は今ちょっくら困ってるんだ。何か足りないのか。実はこの間すげえ大物を釣り上げて、この釣り場の壁を壊しちまってな。壁に穴が開いあると仕事サボって釣りがしてるのがもう中身にバレる。穴を埋めて壁を修理してくれ。分かったよ、やるよ。やればいいんだろ。俺に任せろ、リカペは。どんどん修理しやれ、どんどん修理しやれよ。まあ、ここで年中釣りしてんだろ。修理完了してないね。ここだ。これどう？どうだよ、カズマ。釣り場の壁の穴を見合いそうか。実は俺、おう、カズマ、釣り場の壁を修理してくれるから教えてやるぜ。あ、1個空いてるわ。なんだよ、この資格、あ、いけた。なんだよ、あの資格よ。もういいよ。あ、話す。あ、オッケー。おお、いい感じじゃねえか。これなら仲間にバレずに、釣りに没頭できんな。うん。よ、近づいて。なあ、どうだよ、カズマ。お前、本気で釣りをやってるべきはねえか？俺はなんだか、お前、よくわからねえが、武将にお前のことは気に入ったぜ。お前が何と言おうと、お前は今日から俺の釣り友達だぜ。さあ、釣り竿の作り方を教えてやる。バンバン魚を釣って、偉大な釣り人になれよ。やったー。釣り竿覚えたー。釣り竿覚えましたー。やったでー。リリパッドさん。一緒に写真撮ろうぜ。いい感じだ。お前、いいな。お前、いいやつだ。でも、ここまで来たから、ついでに向こう行ってよ。うん、行っちゃうぜ、もう。どうせなんか、助けてくれってやつだろ？俺はわかる。俺はきっとわかるぞー。バレた。あー、タホドラキーじゃないわ。何やったかな、お前。忘れた。なんとかドラキー。メラ撃ってくるやったかな。メラミやったかな。メラかメラミ撃ってくるやつや。俺はこの辺まで開拓済みなのさ。ちょこちょこね、取れてるからね。この辺木が削れてると思ったら、まあ、こっちの方までやってないか。まだ向こう行かなきゃいけないか。この辺のね、満月草じゃないわ。このしびれてる草？もうめんどくさいんだよね。避けてこうかな。避けてこう。避けていきましょう。いやいや、あったあったあった。絶対あれだ。絶対あれだ。じゃあこのしびれ草を避けながら、あ、ごめん、キャタピラ。ごめん、どついた。よし、うまいね。避けるのうまいね、俺。ここだろ、多分。あ、リリパッドの里ってここは？巣を破壊するんだ。巣を破壊しないと。離せる。なんだ、お前。邪魔するんだ。そこどけ。この先にあるキャタピラ。キャタピラの巣は？か。私が破壊するのか。体さえ動けば、キャタピラなどに負けるものか。まあ遠距離から攻撃すれば余裕やわな。来る。なんとかキャタピラの巣を壊して、みんなを助けないと。このままじゃリリパッドは全滅だ。じゃあ俺がそのキャタピラーの巣とやらを。うおー、びっくりした。現れたよ。なんか小さくねこいつ。よ、一撃やった。一撃じゃねえかよ。巣を破壊って、これ破壊するってこと？ちょっと出てくんな。あ、破壊した。一撃。キャタピラーってそんなに強くねえんだよな。あ、これか。これを破壊していけっていうことなのかな。痛えな。俺振ってるだけで勝てるじゃねえかよ、これ。勝手に当たってくるもんな。よし。あともう一個かな。じゃあ、どっち回そう。おら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 。おら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 。おらおら、やったやるぜ。これでどう？麻痺の元凶が現れた。でかいね、このキャタピラ。あ、ちょっと焦れ。痛い。麻痺させられそうだから。痛えー、くつえ。ちょ、いかやばい。あ、命の木の実の方へ。もう引っかかってねーすか。俺、痺れるよ。大丈夫か。あーっと、やばいよ。あ、唾吐いてんのか、あいつ。だから麻痺か。そういうことか。わかった。痛い。近すぎ。近すぎ。俺、マジ近すぎ。痛い。命の木の実。完璧だな。この命の木の実は大事にするよ。なんか飛ばしてきそう。キャッ。キャタピラ、お前、ジャンプすんな。痛いよ。麻痺の元凶を破壊しろ。痛い。食べとこう、もう。命の木の実。なんか大変だな、こいつ。痺れてるから、痛い。くそ。
あれ避けれねえ。なんていう、この転がる攻撃。あ、そうか、壁の向こうに行けばいいか。ちょ、麻痺になってるから、麻痺になってるから。何階なんだよ、俺は麻痺に。おい。大丈夫、それ当たるんだよ。よ。やったー、倒したー。倒したけどもさ、こんな、元老はからの、依頼をこなしたよって。じゃあ、戻ります。いやはや、帰ってこれたね。ということで。釣り竿を作らなければならないかな。何が足らない？苦キノコ。なんで釣り竿に苦キノコがいるんだよ。取ってこなきゃいけないじゃん。ちょっとその前に元老庵に話しかけてみましょう。おお、カツオ、麻痺の病の感染源を見つけてくれたんじゃな。おお、見つけたぞ。俺任せろ。むむ、なんと、麻痺の病の感染源がキャタピラーの巣であったと。ふむ、病の元があのキャタピラーであるということと、どういうことは？うむうむ、うむむ、うむむむむむむ、うぬ、うぬぬぬぬ、うぬ、ここの構造がああなって、こうなって、そうなって、ほう、たったたーんみたいな。うむ、病の構造がよくわかったぞ。これで麻痺の薬ができる。製法を教えよう。やったぜむ、なんじゃと？さっきのおかしな動きはなんだっじゃと？ほう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 、ああ、ああ、あれは、雰囲気出しじゃ、カズさん余計なツッコミを入れてない。ははは。命の組みいただきました。やったぜ。さっき亡くなったからな、ちょうど。麻痺、じゃ、満月眼かな？うん、麻痺を治す薬、手に入れました。満月のリング、あ、麻痺を無効にする。いいね。あれ作っとったら楽そうやな。で、釣り竿を作ろうと思ったんだが、もうキノコがないので、ダメだね。ダメだ。よし、じゃあ、いっか。じゃあ、キノコ取ってきまーす。キノコ取るってこっちだな。多分こっちだ。俺の予想が合ってれば、こっちにキノコがあると予想する。え、どこあったかな、キノコ。キノコ、マイキノコ、マイベースハンキノコ。うん。思うんだよね。あの上とかあるぞ。いやないかな。でも多分この湿地帯、湿地帯じゃねえ。買い切ったこの世界にはあるはずだ。うん、俺ここのおたけすぎあるところがないな多分。キノコは刈り尽くしてるわけじゃないんだ。ってことはキノコは置いとかんとあかんな。ちょっとだけ。うん、ちょっとの余裕はまずいな。こっち回っていったらあるんだよね。あったー、一個あったわ。あんなところに残ってたじゃないか。よ。はい、取りました。もうちょっと手にあった。もうちょっと手にしときたいな。キノコ焼くのにも使うが、それ以外にもね、用途があるので、その辺を、だからもっときたいな。毒沼。よし、じゃあ釣り竿を作って渡しちゃおうぜ。どこ行った？どこ行ったじゃない。まず釣り竿を作れ、俺。めっちゃ痺れてる人いるけどね。釣り竿を1個作りまーす。はい、できたー。釣り竿1個作ったよ。ノールインからの依頼達成した。拠点を狙うモンスターから言われた。あー、ちょ、お前。うおー、すげー。おー、お母さんは釣り竿を作ってくれた。みてえだな。あー、そいつはご苦労さん。よかったな。これで魚を釣れるじゃねえか。どうしてそんなにテンションが低いかって？元老庵の人生に聞いたんだ。お前は特別なビルダーだから平気だけど。俺らみたいな普通の人間が長い時間街から出たらまた病気になるかもしれねえって。うおー、やってらんねえ。釣りでリフレッシュしたかったのによー。その釣り竿はお前が使ってくれ。俺の分まで釣りを楽しみな。了解した。任せろ。魚釣ってくるからよ、これが。お、釣りをしてみよう。釣り竿を水辺で使えば釣りができる。浮きが沈んだらすぐ丸ボタンを押そう。魚はもちろん様々なものが釣れるぞって。了解した。というわけで、今回はごめんなさいと。俺の姿が消えた。よし、これだな。はい、今回はここまでしたいと思います。ありがとうございました。